こんにちは、原点ののりひろです。今回はゴルフクラブから考えたアプローチについてお話ししたいと思います。まずですね、ショートゲーム、パターもそうなんですけども、フェースの向きをスクエアにすることが非常に大切になります。で、フェースをスクエアにする際に気をつけていきたいのが、このリーディングエッジで合わせるのではなくて、この溝で合わせる、これが非常に大切になります。よく皆様のミスで、やってしまうのが、このリーディングエッジ外側のこの刃の形で合わせてしまうケースが多いんですが、これだとですね、フェースが開いている状態になります。で、必ずこの溝で合わせるようにしていってください。そうすると、1本目もしくは2本目ですね、この溝で合わせるようにしていってください。まずこれが上から見た時にできているか必ず確認をしてみてください。で、もう一つがですね、ナイスアプローチになった、もしくはフェースに乗ったという時というのは、このウェッジの重心より下で打てた時、この溝でいうと 2,3 本目ぐらいまでの範囲内で打てた時が一番、自然にスピンが入ったりとか、あとボールが安定した高さで飛んでいく状態になりますので、必ずこの溝の下あたりでしっかりと打てるように工夫をしてみてください。フェースを必ずまっすぐ溝に対して合わせて、で、溝に対して下の方で打てるように打っていきます。はい、クラブから考えたアプローチでゴルフを楽しんでみてください。